じゃなくてキャベツ多かった。シュークリームだけど名前がキャベツでしょ。あ、これを買いに来た。大きさが同じだから。そう、大きさ大きいの買いに来た。あやです。はやです。チャンネル登録してね。してね。今日は先ほど三重県にあるこんま亭っていうお店に行ってきました。はい。で、あやはやたちケーキのウィンドウを覗いて、ケーキ買えるのって言って喜んでたんですけど、ケーキじゃなくてシュークリームを買いに行ってきました。どんなシュークリームでした？大きいやつ。はい、大きいシュークリームを買いに行ってきました。これもうすでに家では食べたことあるんだけど、はい、あなたたち記憶がないだろうと思って今回2回目チャレンジしに行きました。買ってきたのはこちらです。開けてみる。せーの。おっきい。これどう？おっきいな。ちょっと大きさわからんね、これじゃね。じゃあちょっとお皿に出してみましょうか。ここに2枚のお皿があります。こちらのお皿にはコンビニセブンイレブンのシュークリームを用意しました。で、こちらにはこんま亭のいなべのキャベツっていうシュークリームを乗せます。乗るかな。乗らないと思う。ギリギリ入った。大きさ全然違うじゃん。どうですか？全然違う。違うよね。硬さはどう？硬っ。はい。こちらのいなべのキャベツっていうシュークリームは実はフランス産のパイを大きく伸ばして作るパイ生地のシュークリームらしいです。しかも作ってから5時間以内で食べてくださいっていうやつです。こちらを食べていきたいと思います。さすがに2人で大きいのでママもパパも食べます。レッツトライ。切ろうと思ってましたが、こちらついてきた紙なんですけど、田舎のキャベツではありません。中にキャベツも入ってません。決してカットして分けたりかぶりつかないでください。え、どうやって食べるの？上からフォークで崩してクリームと生地を絡めてが美味しいです。いただきます。上からこう、そう。おー、絡めとって。絡めてってどういう意味？開けるの？いやー、すごい白い。刺して、中のクリームと一緒に。二度付けはいけまへんで。そのまま食べる。クリーム、これどこだ？おー、クリームどっぷり入ってます。ちょっとお皿が移動しますよ。はい、ママたちも参戦します。どう見えます？見えます？いきます。あ、僕そこ食べたいの。ママは切ったのに。切った方がいいかな。争奪戦が激しくなっております。でもみんな無言で食べてるけどさ、なんかないの？おいしいよ。すごいね、クリーミーだよね。ここまで甘くもないしね。うん、ちょっとやっぱりシュークリームパイ生地だからポリポリ落ちちゃうけど、ね、もう私食べる間もなくさ、なんか、争奪戦だ。クリーム中落ちそうだ。クリーム中落ちそうだ。ほら。まあ。ほら、今聞いた？パリッと聞いた。ほら、あ、これクリームない、クリームない、クリームがない。はい、もうおしまい。ビビ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 。ごちそうさまでした。はい、丸々1個、まあ4人で食べきりました。はい、どうでした？ボリューム的に。まだ食べたかった。あー、甘党のハヤはもっと食べたかったよね。お姉ちゃんは他のシュークリームがもっと食べちゃいけない。結構大きいのだと味がね、ずっと一緒だからね、違うのも食べたくなるよね。でも満足度は99。マックス。もう一回食べよっか。シュークリームもいいんだけど、あそこのケーキも食べたい。ああ、あのショーウィンドウに張り付いて美味しそう美味しそうっつってたもんね。すごいなんかケーキが光ってて。もうやつも
あーそうやね、桃丸ごとのやつあったね、うん、でも今回シュークリームだったの、うん、皆さんもぜひ食べてみてください。食べてみてね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。チャンネル登録、グッドボタン押してね。押してね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。さっきシュークリーム食べたやん。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。